センターのある文章市の一文章衛星発射場は中華人民共和国海南省の文章市郊外のロケット発射場最小衛星発射センターに所属。南シナ海に面した海南島の北東の海岸に位置する中国第四の発射場で4つの発射場のうち最も南にあり中国発となる海岸沿いの発射場。元は弾道ロケットの試験場だった場所であるが、 本格稼働に向け拡張工事が行われている。北緯19度という中国領内でも低度の場所にあるため、地球の時点による遠心力がより大きく、ロケットへの積載重量はこれまでの最小衛星、発射センターよりも10%以上大きくでき、衛星の寿命も2年は伸びる。開発中の大型ロケット、調整5号ロケットの唯一の発射場となり、 今後の中国の宇宙開発の大型化にも貢献する。文章は、ロケットの発射方向となる東側に海があるため、打ち上げ時に切り離すブースター等や打ち上げ失敗時の残骸の落下による被害を少なくできる。従来の中国内陸部にある発射場では、鉄道輸送場の理由から3.5メートル以上の直径のロケットは搬入することができず、 直径五メートルという調整五号ロケットのブースターを輸送することはできない。文章は海に面しているため船での輸送が可能で、天津市林海部の浜海深区に建設中の宇宙工業団地からは、回路でロケットや衛星を輸送できるようになる。文章で発射を待つ、調整5号はるかにロケット1 9七十年代に中国の宇宙開発が本格化するまで、井戸の低い海南島に、 大きなロケット基地を作る構想は何度も建てられた。しかし海岸沿いは敵軍により偵察、攻撃、占領されやすいことが、冷戦当時には問題となり、冷戦中に建設された中国の衛星発射センターはすべて内陸部に立地している。文章には1994年から弾道ロケットの観測所や試験発射場が建設された。 1998年の食樹1号弾道ロケットを皮切りに2006年までの間に文章からは5回弾道ロケットが打ち上げられた。2007年9月22日、中国中央テレビは国務院と中央軍事委員会が文章の新しい衛星発射場建設の認可を下したことを報じた。2007年10月末には文章市長が 衛星発射場建設のため1,133ヘクタールの土地を収容すると発表し、流浪鎮と投降鎮の6,000人以上が立ち抜くこととなった。実際の発射場は流浪鎮付近となり、投降鎮の周辺には観光客向けに宇宙科学をテーマにしたテーマパークが建設されることとなっている。2008年初頭の予想では文章からの調整後型ロケットの発射は 衛星発射場稼働の1年後の2014年になると見られている。2009年9月14日、海南省文章市の海南工程発射場の正式工事開始の儀式が現場で行われ、2013年に使用開始予定と同日の中国中央テレビなどで報道された。2014年10月18日、中国の新華社通信はこの打ち上げ基地が完成し、 2017年には、無人の月探査衛星、ジョーガ5号をここから打ち上げる予定であることを報じた。最初の名前は、海南公天発射センター、海南公天発射場などがある。2016年6月25日、調整7号が文書衛星発射場で打ち上げ、当時は海南文書衛星発射場と呼ばれる。2016年11月3日、調整5号を打ち上げ前に、 中国文書衛星発射場と正式に命名された。ありがとうございます。